はい、どうも、メンヘラおじさんです。僕自身がもうツイッター大好き男なんで、特に思うことかもしれませんけれども、テレビの報道よりも今もう SNS の報道の方が早いというふうに思うようになってます。報道番組を結局 YouTube で速報流したりしてるんで、番組編成とかテレビでやってしまってる以上、多分緊急速報とか出せないというか出しにくいんだろうなというのは思うんですけども、テレビ媒体でもその SNS にこう結構寄ってきてるような状態なので、特に、なんていうんですかね、取材をしてまとめるっていう行為がいらない。で、動画だけビシッと撮ってですね、もうアップしたらいいだけっていう、SNS ですね、Twitter、インスタ、YouTube もそうなんですけども、なんかそれにはやっぱ勝てないのかなというふうには思ってます。で、やっぱり、それでも、言うたら報道するっていうことは、絶対に必要だと思ってるので、二次情報っていうんですかね、そういう一次情報をまとめて、変更報道ではないですけども、言うたら、ロシア寄りなのかウクライナ寄りなのかっていうところもあったりとか、あるいはその、アメリカ寄りであったりとか EU 寄りであったりとか、その偏りは多分それぞれだと思うんですけども、そういう形でのその、何らか加工した情報という形で、皆さんに提供するっていうことは多分大事だと思うんですけども、おじさん的にはですね、もう一時情報が、いち早く入ってくるので、特に相場やってる人間としてはそっちの方を結構大事にするかなというところです。で、もう案の定ロシアの方の、相場はもう動いてる状態ですし、で、なんていうんですかね、そういう、言うたら一時情報を、新聞社とかも買ってですね、特にウクライナなんか今入れない状態だから、言うたらそういう一時的な情報を皆さんが、言うたらウクライナの現地の人がですね、言うたら写真なりインスタとかで上げて現状を報告して、で、それが発信されるっていうような状態になっているので、やっぱり一時情報が大事だというところと、そういうところで大事になってくるのは普段からどれぐらいの方がフォローしてて、どれぐらいの発信力があるかというのはやっぱり重要になってくると思うんですね。で、特に、対岸の火事じゃないっていうふうに自分でも思ってるんですけども、中国がもし台湾とか、尖閣、沖縄攻めてきたりした時にですね、情報はどこから取るのかって言ったら、やっぱりその現地の人とかの、言うたら動向っていうのを絶対取ると思うので、そういったところでですね、やっぱり日頃から自分の発信力っていうのを、鍛えてですね、国際社会に対して何か言うっていうような意識は持っておいた方がいいのかなというふうには思ってます。国際社会という必要はないと思うんですけども、自分の身近な人に対して今自分はこういう状況で、例えば国際的な支援をお願いしますっていうふうにしても、もちろんその、公的なところからの支援っていうのは必要だと思うんですけども、例えば、職を失ってしまうなんてことはもう当然にあり得る話で、インフラが麻痺しますよね、っていうようなところで、自分がここにいてこういう支援が必要でっていうような情報を的確に出せて、でそれを支援してくれる人がいるかもしれないというところで、考えるとですね、一時情報を自分が出す身であったとしたら、そういう、いろんな人に見てもらえるためには、やっぱフォロワー数であるとか、日頃の情報であったりとか、普段からおちゃらけた情報を出してる人が、そういう、深刻な状況を、報道するっていうような形になったら、それはそれで引き込まれるでしょうし、普段から社会問題とか扱ってる人がですね、そういう、この動画で、今こういうふうになってますっていうふうに言われたらですね、なるほどなというところで、今の現状がよくわかるというところで、特に、YouTube とか SNS はちょっとよくわかんないですけども、YouTube のいいところはそれで広告収入が入ってきたりするんで、それで、最悪飯が食えるというようなところだと思うんですね。で、あるいは個別で、おじさんもそうですけども、支援いただいたりとかしているっていうような状況なので、そういうような形でですね、なんとか食いつないだりとか、情報発信するっていうことに対して使命感を持ってやれるようになればいいなというふうに思っているとともに、これからだから、なんていうんですかね、もう一人一人が情報発信者だという意識は持つようにしてます。はい。別にテレビが終わりだと言ってるわけじゃないけれども、やっぱり、そういう一時的な情報を拾って
って、まあ、玉石混合だと思うんでね、まあ、私の情報を含めて、だと思うんで、そういうのを拾って、出すっていう役割は大事だけども、やっぱりその自分たちが主体的に動いて、主体的に、情報を出していくっていうことは、本当に必要なのだなというふうに思って、今動画を作成しております。で、今の自分にできることは何なのかというと、やっぱり、日本として、国際的な制裁活動であったりとか、言うたらウクライナに対する支援であったりとか、あるいは、ロシアと対峙するとなった時に、必要な国防措置であったりとかだと思うんですね。今、林外相とロシアがなんか会談して経済援助がどうのこうのっていうアホみたいな報道が出たんですけども、そんなことしてる場合じゃないと。だから、なんて言うんですかね、日本のその、言うたら、トップ層がポンコツすぎてですね、本当になんか恥をばらまいてるような感じが、本当にしますよね。そんなことにケツで使ってほしくないしと、こういう時にこそ安倍さんが頑張ってくれたらなというふうに思っているので、安倍イズムを継承している高市さんであったりとか、あと おじさんの相互フォロワ ーでもある、佐藤議員、元自衛隊のですね、佐藤議員にね、頑張っていただいて、なんとか、この国難というにはまだ日本三歩手前なのかもしれないですけども、ロシアって隣国ですし、っていうようなところからもですね、その国防意識であったりとか、日本の、まあ、言うたら主体的な、動き、にすごい期待をしているので、そういう言うたら、まあ、売国とまでは言わなくても、まあ、売国と言っていいでしょう。日本の国益にならないようなことをする、政治家たちに対してですね、きちんと声を出せるようにしたいなというふうに思った今日この頃でございます。本当に国が侵略されてからとかでは遅いんで、っていうのが特にウクライナの情勢を見てて思うし、で、ウクライナは明日の台湾だっていうふうな見方っていうのは結構、保守系の人は見てると思うんですよ。おじさんが保守系だからそういうふうにピンポイントで思ってるのかもしれないですけども、少なくとも尖閣と沖縄、あと北方四島であったりとか北海道も今中国資本にですね、結構水源を買われたり山林買われたりしてるっていう事態があったりするので、そういったところについても目を光らしておくべきだし、難民移民問題とかもですね、こういうふうになってしまった以上、なかなか言うたら日本が受け入れるというのはちょっと難しいと思うんですね。まあ、中国のやり口は、まあ、言うたらその中華系の人を移民として入れて、どっかに固まっているとですね、言うたら、まあ、なんていうんですか、自治区作れとかっていう話にもなってくるような、言うたらメンタリティを持ってるので、その中国とロシアに関しては、なのでそういうところでもですね、本当に、いろいろ目配せ気配せしていかないといけないのかなというふうに、思っているところでございますというところで、ございます。はい、というところで、まあ、何が言いたかったかって言ったらですね、まあ、言うたらテレビの時代ではなくて、そういう一時情報をが、言うたら、スピード感も速いし、もう映像で出せるっていう時点でですね、みんなが主体的に、動いて、そういう情報を出せる時代になっているので、そういうところが結構大事だよっていう話と、主体的に出す身としてはですね、できるだけ発信力が強い方が、影響力を与えられるということを考えたら、やっぱり日頃からのそのツイート状況であったりとか、まあ、オンオフの切り替えであったりとか、まあ、いろいろあると思うんですけども、見てもらえるような状態になっておくっていうのはすごい重要だなというふうに感じましたというところで、まあ、それは一つとしてあって、で、二つ目はこの今ロシアの状況をですね、見ると、明日の台湾、沖縄、北海道っていうような形にもなりかねないので、そういったところでもですね、緊張感を持って、政治は動いていかないといけないと思ってるんですけども、どうやら政治がポンコツみたいだということでですね、まあそういう話も、やっていければなというふうに思って、お話ししました。以上です。